ローワールド。琵琶湖の旅の帰りに道草を食べに来たのは。道草食べながら喋るのやめー。豊橋駅よ。愛知県の駅なんだぜ。駅ビルにくっついてるカフェうのうので朝食をいただくわ。モーニングセットの小倉トーストなんだぜ。でもモーニング文化って言うと名古屋市のイメージがあるんだぜ。そうよね。でもモーニング文化は名古屋市じゃなくて愛知県の一宮市や広島県の広島市。そしてここ豊橋市も発祥地の候補とされているのよ。食後は歩いて近くを観光しようと思ったんだけど、駅からすぐ近くに謎の駅があったんだぜ。これは東田本線っていう路面電車みたいだね。路面電車に乗るの初めてだからめちゃくちゃ楽しみなんだぜ。すごいカーブとかあるんだぜ。乗ってて面白いね。今回はそこまでは行かなかったけど、この東田本線には路面電車だけじゃなく全鉄道で日本一の急カーブがあるらしいわ。急すぎて車両によっては通行できないそうよ。それ霊夢の性格くらい曲がってるのか。失礼な、私の性格はツイストパン並みにまっすぐよ。まっすぐにひねくれてるみょんね。普通の電車より高さも距離も車と近いから不思議な感じなんだぜ。この渋滞を横目に通り抜けていく優越感がたまらないわね。性格がツイストしてるみょんね。あ、そろそろ目的地だから降りるわよ。スイカも使えるから助かったよね。スイカ準備したんだぜ。それスイカ違いよ。電車を降りてやってきたのは吉田城の大手門跡よ。今は普通に通りになってるんだね。なんでここに来たんだ？それがわからないのよね。はへ。実は Google マップでここにチェック入れてたんだけど、なんでチェックしたのか覚えてないし。それじゃあ実際に来てみて何か思い出したの？来てみたけど全く思い出せにゃい。まあ霊夢の地図チェックしすぎてわけわからなくなってるもんなと。とりあえず近くの城跡に公園があるから行ってみましょう。公会堂の横にあった和紙像名。かなり広い公園みたいだね。それもそのはずで、この公園と隣の市役所がまるまる吉田城の城址らしいわ。公園と市役所がお城より偉いってことなのか。その城址じゃねえから。美術博物館もあるし運動する場所もあるみたいだねって。どうしたの？綺麗な猫足立ちみょん。すごい、どうでもいいわね。それならこっちはカポエイラなんだぜ。蹴ってるわけじゃねえよそれ。園内の神社には神武天皇の像があったわ。なんか神々しいんだぜ。徳川家康が座った松の跡地もあったわね。なんかいろんなところに偉い武将の座った跡地が残ってるよな。私もいずれ座った場所を後世に残したいんだぜ。どんな場所が良いかな？もちろん人生で一番座ってるであろうあの場所なんだぜ。トイレ。後世に残すなそんなもん。あそこに変わった警察の車があるね。ってポリスじゃなくて。ポリシーだこれ。いろいろ公園をブラブラしたけど石垣がある方に来たわ。一部工事中だったけど通れる道があってよかったんだぜ。奥の方にお城っぽい建物が見えてきたね。これは火事などで失われてしまった吉田城の本丸跡に復元された黒金櫓だそうよ。ちなみに今はこの中は資料館になっているそうよ。それは見てみたいね。しかし朝早くて開いてないんだぜ。諸妙音。吉田城は戦国時代の初期に主君の今川氏親に命じられて、牧野小白が建てた今橋城がその始まりなのよ。後に戦乱の要所となったここは徳川家康に落とされ、いろんな城主が治めていたのよ。家康は自分で治めなかったのか？そうなのよ。家康はお城のすぐ後ろに川があることから排水の陣になるのを嫌がったって説があるわ。ちょうど見えてる豊川のことだね。吉田城は江戸時代には防衛の要だからと有能な大名が配置されたことからか、出世城とも言われていたらしいわ。ハマチでワラサデブリみたいな感じか。この時は魚みたいに名前が変わってくわけじゃないのよ。ただお城を拡張しようとした池田輝政が途中で姫路城に移ったこと、その後配置された大名はお金がなかったことも相まって、拡張した後に整備しきれずに未完成のまま明治時代を迎えたのよ。だから未完成の城とも言われているわ。未完でできてるのはビタミン豊富そうなんだぜ。未完成の城じゃないでしょ。川沿いを歩けるのが気持ちいいね。そうね、こういう遊歩道があるのは羨ましいわ。豊川も大きくて見ていて穏やかな気分になれるぜ。あ、その豊川に関するオブジェがあるわね。山の源流から71キロの旅をしてここに来ているらしいわ。その旅路を思って遥かなる心の旅の道しるべになることを願ってるんだね。それにしてもこのオブジェって切れ込みの入ったかまぼこに見えるんだぜ。そうは見えないでしょ。あんた昔昭和シェルのマークを切れ込みの入ったたくあんだと思ってたものね。最後にもう一箇所寄っていくわよ。ここから近いのか？この階段を登って、登って。何このオブジェ？まさかの叙々なのか？叙々じゃなくて補助って書いてあるにょん。補助の奇妙な冒険。何その手厚そうな冒険は。歩道橋を渡った先にあるのが、手筒花火発祥の地って書いてあるんだぜ。吉田神社。吉田神社は手筒花火発祥の地と言われているのよ。手筒花火って言うと、こういう筒持ってやる花火のことだよな。そうそう、テレビとかで見たことあるわよね。ああ、マスタースパークやー。
まったぶっ放すのやめー。ちなみに手筒花火の掛け声は空出せ、出せよらしいよん。そんな手筒花火は花火師が作ったものを使うんじゃなくて、資格を取った地元の人が最初の竹を切るところから作り始めて、神社で様々なことを祈願して奉納するのが特徴ね。いつか実際に見てみたいよな。でもなんでここが発祥の地って言われてるんだろ。それは諸説あるみたいだけど、手筒花火は昔の情報の伝達手段ののろしが原型で、さらに徳川家康がこの地域にいる三河衆に火薬の製造を任せたことで発展したと言われているわ。手筒花火に関するものが多いな。これは実際の手筒花火なのかな。近くの消火栓の蓋も手筒花火だし、マンホールもなんだぜ。それじゃあ今回の旅はこの辺でおしまいね。琵琶湖の旅の帰りにちょっと寄った豊橋も楽しかったね。それに豊橋駅といえば駅の乗り換えの時に藤田屋大あん巻きで買ったカスタードのあん巻きがうまかったんだぜ。いろんな種類があって目移りしたよね。あん巻きは愛知県知立市のグルメで、中でもこの藤田屋は江戸時代からのお店だそうよ。もちもちの生地に上品なあんこ、滑らかなカスタードで美味しかったね。これはいつか再現して作ってみたいわね。ちょうどご当地グルメでもあるし、ホットケーキミックスで作れそうな気もするよね。そこに白玉粉を足してもちもちの生地にすれば良さそうよね。でも霊夢昔に漫画の影響でホットケーキミックスに白玉粉入れてもちもちじゃあーって言いながら、面倒で一袋全部入れたら油を吸ったもちもち超えたヘビーなものを作ったことあったよな。ちなみにマイル浜名湖、その奥はヌエと関係する場所なのよ。ヌエのこと呼んだ？ありがとうヌエ、あなたの仕事は終わったわ。このためだけに人のチャンネルのキャラを呼ぶのやめー。